が今までカカオのバイヤーとして訪れた国が35カ国ぐらい。35カ国行ったんですか。はい、と農園数でいうと数千行ってます。農園数数千。はい、丸山コーヒーさんってコーヒー屋さんがあるんですけど、僕の師匠です。あ、本当ですか。はい、カカオ刺身なんです。カカオ刺身で出す。美味しい。いや、勉強になりました。なんですけどカカオ問題っていうのは、そう、こんだけカカオを世界中から仕入れてるから今本当にヤバいです。じゃあ後半もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ改めて後半よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで皆さんがね気になっている、まあ、カカオの問題をちょっとお聞きしていきたいんですけど、前半の方でもちょっとちらっとおっしゃってましたけど、とにかく農園にめちゃくちゃ行かれるということで、実際に僕だって多分ニュースでチョコレートがやばいよくらいのなんか上辺の知識ぐらいしかないと思うんですけど、農家に実際行っている山下さんから見て、はい、このカカオ問題っていうのは突如来たものなんですかね。実はここまで高騰するってのは正直僕は予想してなかったです。しなかった。はい、なのでそういう意味で言うとちょっとびっくりしました。うん、あ、そうなんですか。はい、じゃあちょっと順を追って、なんでこんな問題になってしまったのかっていうのをちょっと説明してもらってもいいですか。はい、で、もともとですね、カカオって皆さんご存知かどうかあれですけど、うん、北緯とない20度以内の赤道の直下でできる、カカオベルトってやつ。カカオベルトってやつです。うん、ここができる産地で、まあ、全世界に60数カ国あるって言われてますと。うん、で、じゃあカカオの値段ってどういう風に決まってたかっていうことで言うと、うん、実はですね、ロンドンとかニューヨークにある先物市場って言われる金融マーケットで1キロいくら、うんうん、もっと言えば1トン単位であの何千ドルっていう風に、うん、先物取引、先物取引として決まっていましたと。うん、で、大体この30年ぐらい、うん、まあ平均大体2ドルから3ドルぐらい1キロ、うん、そのくらいのとこずっと上がり下がりしてたんです、30年間、うんうんうん、で、もうほとんどここから動かなかったんですね。ただそれが1年ぐらい前から3ドルをちょっと超え出して、うん、親ちょっと上がり出したという感じが、ちょうど1年前の4月とか23年の4月とか3月とか、はい、そのぐらいのちょっと予感がしてたんですけど、はいはいはい、多分去年の23年の9月ぐらいまではだいたい 3.5 ドルとか 3.6 ドルとか、うん、ちょっとずつ3ドルを超えて上がってきて、ね、半年間ぐらいかけて4月ぐらいからこうずっと上がってきたんですね。うんうん、で、僕今でも思ってるんですけど、8月31日僕ディール最後してるんですね。カカオ豆を買ってるんで、去年の、はい、で、僕たちは実はその一般の価格より全然高いフェアトレードの価格で買うんで、うん、一般の価格はあくまで参考値でそれを高く買うってことをやってて、でも一般の価格はいつも見てたんですよ。で、確か去年の8月の31日が 3.6 ドルぐらい1キロ、うん、一般の価格が。で、はい、僕らはそれに対して5ドルとか6ドルとか7ドルとかで買うんですけど、そしたらこの半年で最高 12.2 ドルまでいったんですよ。へえ、まあ倍以上ですよね。だから 3.5 倍ぐらい。 3.5 倍か、はい、4倍近く、はい、はい、で、これ9月からそれ4月の19日とかそのぐらいの値段なんで、約半年ちょっと 3.5 倍とかに上がるって、もうこれちょっと尋常じゃない。尋常じゃない。はい、もう途中僕何が起こってるか分かんなかったですもん。それはまあ単刀直入に言うと、何が原因なんですかね。ですね、一番直接の原因はガーナとコートジボワールっていう、世界で1番カカオを取ってるのはコートジボワールで、世界2位がガーナで、ここで実は世界の6割ぐらいが取れるんですよ。で、ここがこの世界の6割作ってるこの2カ国が気候変動、バルミューダートライアングルって皆さん聞いたことあるかもしれないですけど、海面がすごい海面上昇、上昇して温度が上がるっていうので、はいはい、それでよってガーナとコートジボワールの年間の収穫量が3割減った。3割、はい、うん、なので全体の半分以上そこで作ってるんで、うん、そこの3割減るってことは全体で割り返すと 15% から 20% ぐらい世界の収量が足りなくなる。そうですよね。なのでそれが一番直接な原因で、はい、需要に対して供給が全く追いつかなくなった。なるほどね。っていうのがまず一つです。はい、それがまあ直接な原因です。うん、まあちょっと僕もね、多少お勉強したんですけど、要は自然災害みたいな気候変動もあるんですけど、例えば、まあ、金の違法採掘による伐採だったりとか、はい、あと病気、カカオの木って意外と病気に弱いって聞いたんですけど、はい、なんかその辺もやっぱり影響はある。影響あります。まあ要はコートジボワールとかガーナとかもそうなんですけど、西アフリカでかなり作ってるっていうことで言うと、うん、あの辺ってやっぱ途上国なんですよね。うんうん、もう完全にジャングルとか、完全にちょっとまあまだ文明がなかなか行ってないような、うん、電気がないようなとこもあったりするようなところで作ってるんで、うんうん、まあ要はそういう金とかもっと高いものが取れれば、うん、そっち側が結構違法採掘されちゃうってことも当然ありますし、うんうん、さっきの話で気候変動によって温度が上がると今度は今までいなかった虫が来たりとか、病害が流行ったりとかっていうことも、ね、それ気候変動にも結構少し間接的な影響を受けて、その病害虫みたいなものが流行りました。うん、で、さらにマーケットで言うと一気に価格が上がったんで、そこに投機マネーも入ったんですよね。ああ、なるほどね。で、それで拍車がかかった。なるほど、そういうのも確かに入りそう。あります、あります。で、要は先物
商品なんで、皆さんやっぱ投機して、うん、そこで儲かると思えば、みんなあの買いが入って、はい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 、で一気に高くなったら売るみたいなことが起こるん で、うん、で一気にこうそれで上がったと。で、はい、あともう一つガーナに限って言うと、はい、ガーナはですね実はココボードっていう、うん、政府の機関が一気に農家から買い付けて発酵させて豆にした状態でそれを全世界に売るんですね。そのガーナは実はですね今政府が2020年からデフォルトっていう債務不履行、うん、要はお金がなくて借金が払えないっていう状態になっちゃってるんですよ、はいはい、そうすると何が起こるかっていうとガーナの農家から豆を買い付けする金がないんですね。なるほどね。 なのでただでさえ収量が落ちてるにもかかわらず、はい、ガーナは国が買うお金がないので農家から買えなくなっちゃうんですよ。で僕が一応こう現地の人から聞いてる話で言うと、なので国境沿いとかの農家はもう政府買ってくんないからもっと安い金で密輸してたり、うん、近くの隣の国のマーケットまで行って売りに行ったりとかするんですけど、はいはい、まあだからそういうもうなんかすごい混乱が起こってるんですよ。なるほどね。もともとそういえばそのね裕福な国じゃないですもんね。ガーナって80万トンぐらい取れてたんですよ、はい、全世界のうちの、うん、で大体年間で550万トンぐらい世界中ガーナとかって取れるんですね、うんうん、そのうちの80万トンガーナが作ってたんですよ、うんうん、なのでまあ本当に 15% から 20% ぐらいガーナが作ってるんですけど、うんうんうん、今年そのココボードがあの水揚げしたっていうか港に出た量でいうとまだ40万トンいってないですね。と、うん、いうことは半分ガーナから出荷してるの、はい、さっき3割減の収穫量って言われてるんですけど、はい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 、その要は政府がお金なくて買えないとかいろんなことがあって、はい、実は半分量しか今出てないんですよ。なるほど。じゃあ収穫量が減ったさらに減った。そうそうするとね、はい、80万トンだし40万トンしか出てないってこと半分じゃん。これ 50% 減なんだ、はい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 、さっきあの、ね、収穫量で 30% 減って話があったんですけ ど、はい、その要はいろんな混乱があって 20% ぐらい 国外に出てないんですよね、はい、そうするとなんですけどここから、はい、まあ、半分に減りましたよね、はい、さらに要は希少性が上がったりとかして大きな商社とか例えばですけど偏って買い付けちゃって、はい、僕ら末端にはさらに回ってこないって可能性もあり、日本に限ってはあります。あります。日本に限っては、うん、特に日本はガーナに対する依存とかめちゃくちゃでかいんですよ。ああ、そう言いますよね、はいはい、日本のクーベルチュールとかを作ってるような大手のメーカーは基本的にガーナから買ってて、日本の国内流通のチョコレートの6割から7割はガーナ産って言われてるんですね、うん、っていうことはガーナのものが今全然買えなくなってるんです、うんうん、でしかもですね結構これはちょっとテクニカルな話なんですけど、うん、日本の商社ってガーナのココボードにちょっとクーベルチュールの、ね、加工してよって契約してるんですよ。要は豆で買わずに、はい、あの要はクーベルチュールの状態にガーナの国内で加工してもらって、その代わり付加価値つけてくれたら高く買うよっていう買い方してるんですけど、はいはい、ガーナの政府からするとお金がないんで、はい、そんな加工するなんてしないじゃないですか、はいはいはい、だから後回しにされるんですよ日本の量って。ああ、そういうことか、はい、もうとにかく加工なんかもやってらんないから、やってらんない、豆だけでとにかく買ってくれと。でやっぱヨーロッパ強いのはやっぱ近いじゃないですかアフリカ、うん、で上院企業ってお金持ってるんで、うん、政府に金貸すんですよ自分たち金貸すから、うん、じゃあその金で買ったカカオで買い付けてもらって優先的に自分たちにちょうだいっていう交渉もしてるんですね。ああ、なるほどね、はい、でただでさえ量がない中で、はい、そのヨーロッパの人たち大手が優先で持ってかれて、うん、日本の商社ってやっぱ弱いんで、うん、加工するのめんどくさいし、まあ、日本後回しでいいやってなっちゃってるんですね、うん、なるほどね、はい、世界的に見ても日本は優先順位が低いと、ガーナに関しては低くなっちゃってるっていう話を僕は現地のバイヤーとかに聞いてます。ああ、なるほど、はい、そうなってくると海外メーカーがチョコレートを作って円安の状況のまんま海外メーカーのチョコを買わなきゃいけなくなると、さらに値上げが進む。日本の大手のメーカーってガーナに依存度が超高かったんで、うん、ガーナで買えなくなると結構やばいんで、はい、頑張ってガーナの豆を手に入れようとしてますと。そうすると、うん、ベラボーに高い価格でも売ってくれとなるほど今言ってるんです。なので聞いた話だと、うん、要は1年前って2ドルとか3ドルぐらいで1キロ買えたわけじゃないですか。それが世の中のプライスだったんで、うん、でも今多分例えば円安で150円だとしても3ドルだと450円ですよね1キロ、うんうんうん、でも僕が聞いてる話で言うと、はいはい、今の大手のメーカー1750円とかでもいいと、1800円でもいいと、はいはいはい、2000円ぐらいで売ってくれと、はい、何でもガーナの豆買いたいと。もう豆の代金だけで450円が下手したら2000円ぐらいで買ってるんで、え、豆の代金だけですもんね。そこから加工して、まあ、もちろんね加工会社も利益を出さなきゃいけないからさらにそこに乗せてってなると、これは例えばキロ3000円ぐらいで買ってたチョコは下手すりゃ6000円とか7000円とか倍以上ありえると思います。ありえる。で、はい、あのまあ、僕らは全然違うんですけど、そのコモディティの安い豆を使って作ったクーベルチューって1000円台のクーベルチューとかあるじゃないですか。ありますね。ああいうのはもしかしたらなくなるんじゃないかなっていう。もはやなくなる、うん、要は、はい、もうちょっと代替の油を入れるとか。もうチョコじゃないですね。そう、あ、チョコっぽいもんね。
もうちょっと価格を高くするとか、もうどっちかしかないんで、で、はい、さっきの話戻すと、結局高くガーナの豆を買っちゃうと採算が取れないんで、はいはい、あの他の国の豆を買おうとしてるんですけど、はいはい、今度は味が変わるんで、レシピをゼロから作らないといけない。そう、それでちょっと話の今出たんで、他の国は今どうなんですかね、もうね、完全に他の国は、はい、今やっぱ売りたい、うん、要は今まで国際マーケットになかなか接続してなかった国も、うん、こんだけ高くなってるんで、どんどん売りたいってなってるんで、うん、儲かるぞと逆に儲かるぞとなってるんで、うん、結構いろんな国の農家と僕話すんですけど、うん、やっぱりもうどんどんみんな価格を上げてます、ね、収穫量としてはそのコートジボワールガーナ以外のところは、はい、特に落ちてはいない、落ちてはない、伸びてもいない、伸びてもいない、伸びてもいない、だからあのもしかしたらこの大体この価格の高騰って1年で終わらないって言われてるんですよね、さっきのあったように病気病害虫で木が腐っちゃったことあれもそうだし、うんうんうん、実はガーナとかコートジボワールって、うん、もうカカオの木がかなり高齢化してるんですね、で元々高齢化してて大体20年から30年ぐらいが、うん、あの収穫のピークって言われてるんですけど、ガーナとかコートジの木ってちょうど植え替えの時期だったりするんです、あ、なるほど、ね、そうするとカカオって1回豆から植えたら3年から5年は取れないって言われてるんで、すごいガーナとかコートジボワールって一大生産地がこの先数年取れない可能性があるっていう風にやっぱ言われてるんで、まあ、そうする最短でもじゃあもう5年ぐらいは待たなきゃいけない、3年から5年はもしかしたらこのまま続くんじゃないかっていう人もいて、でも 3年から5年続いても収穫量がじゃあボンと戻ることもないから、こともない、だから結構そういう意味で言うとやっぱチョコレートとカカオの業界のちょっとこれまあ甘くない現実というか、うん、ちょっと歪みの構造なんですけど、うん、やっぱり植民地貿易時代に、うん、西アフリカ の、うん、あのガーナとかコートジボワールとかナイジェリアとかあの辺で、うん、やっぱ黒人奴隷農園みたいなのを作って、うん、ヨーロッパの人たちがそれを大規模農園を作って、うん、まあ基本的にはそこから全部依存するっていう、うん、一極集中型のこう生産構造になってたんですよね、うん、でもカカオを取れる国って実は60数カ国あるって言われてます、あの要は自生してるだけで言ったら、けどほとんどの収量をアフリカだけで取っちゃってるっていう、うん、今この偏ってる現実があるんで、はいはい、もしかするとこんだけカカオの価格が高くなってると、その他の今まで取れた国が、うん、あの国策としてカカオをやり出すとか、なるほどね、はい、確かに儲かるぞとなると、あの今まで今力を入れてなかった国やまあ農家がやり出すかもしれない、かもしれない、なるほどね、でしかも今の価格がもし仮に維持されるんだったら、はいはい、もう割と儲かる状態なんですよね、あ、そうそう、それでそのちょうどねその儲かるって話がやっぱ出てきたんであれなんですけど、今まで、まあ、コーヒーもそうだと思うんですけど、実際に農家さんへの還元率っていうのはかなり低かったと思うんですよね、かなり低い、ここが改善されるきっかけになるかもしれないっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、その辺はどう思いますか、ですね、基本的に言うと価格が上がること自体は今の農家ってほとんどが貧困なんですね、うん、あのよく国連のデータで1日あたり4ドル以下の収入の人っていうのは貧困層っていう風に定義されてるんですけど、カカオ農家って平均あの日収が2ドル以下なんですよ、半額以下、はい、なのでほとんどの農家は貧困層と言われるところに属してしまってるっていうのは現実としてあるんで、カカオの価格が上がればそれだけ収入が増えるってことで言うと、これは確実に貧困の歪みを是正するっていうことに対してはいいインパクトになる、それこそ中間のね中間マージンの会社が悪いことしなければ、そうです、まさにそのっていう話ですよね、はい、ここがまあちょっとポイントになるのかなと思うんですけど、めちゃくちゃ難しいですね、ここは。あ、そうなんですね、はい、やっぱり結局ですね、うち例えば 100% フェアトレード買うんですね、だからもう市場の価格より全然高い価格で買うんですけど、うちのやり方って世界的に珍しくて、自分たちが直接農家と契約して農家にお金を払うんですね、でこの場合って農家にやっぱ入るんですよ、入りますよね、はい、でも基本的には途上国で農家自体が輸出できなかったりとか、その自分たちでその加工する発酵する道具を持ってなかったりするんで、何が起こるかっていうと、そういう集める業者がいたりとか、大きい会社が農家から加工して発酵してない前の豆を買うっていう状態になってるんですね、でそうするとこれ実はですね、あんまり知られてないんですけど、先物取引の価格あるじゃないですか、これって発酵と乾燥まで全部加工した状態の生豆の金額なんですよ、でじゃあ農家はあの発酵施設を持ってない農家はどこで売ってるかっていうと、このカカオのポットを収穫してカカオパルプとか豆をそのまま生で、あの取り出した状態で売るんですね、これババとかって言われてるんですけど、発酵前だ、発酵前、でこれめちゃくちゃ安いんですよ、安い、めちゃくちゃ安いです、国際価格の手前の10分の1ぐらいで売ってるんで、ああそういうことか、そういうことなんですよ、だから大手とかは、大手のその要はでかい会社とかは自分たちでその人を雇って、この果肉状態のもの、発酵前のものを買い付けさせて、自分たちのところの設備で発酵させて持っていくんですよ、そうなると農家に入るお金は、はい、かなりですか、
いやー、それはかわいそうですね。だからこれが実はまだ世の中にほとんど知られてない構造なんですけど、でこれがやっぱ途上国にあるっていうことで、農家が自分たちでリテラシー高く輸出するって知識もないですし、うん、それこそ山の中からちゃんと港まで持っていくっていう車を持ってなかったりとか、そういうことが歪んだなんかことが起こってるんですね、はい、起こるんです。これはかなり、おそらく日本でも僕ぐらいしか話せないんですよ。それでもちょっと農家さん全然じゃあ よくなんないじゃないですか。そうなんです。だからでもこっち側の先物価格が高くなれば、それだけその要は中間業者が施工しなければ、この要は生で買うっていう金額も高くなるはずなんで、そうなればいいなと僕は思ってるんですけど、これどこの業界でもあると思うんですけど、ラストワンマイルっていうか、そこのやっぱ壁が結構あるんですよ、ね、あーなるほどね。でもそこまでやっぱりこう農家のことを考えて動いてくれる会社がいるかってことですよね。本当にそうです。だから僕らはだからそういうことをちゃんとやりたいなと思って10年前からちゃんと払ってる。ただでもやっぱり僕たちも取引先がしっかりとこう輸出ができるっていうことまでやらないといけないんで、ほとんどできないんで皆さん。だから僕一緒に口座開きに行って、僕が手続きしながら向こうで教えてあのやってあげてるとかってことやるんで、まだまだやっぱ農家で直接取引できる人って少ない。それはだから解決策としては、農家さん自体が知識や技術をまあ身につけるっていうのもまあ一つ、まさにまさに。あとはその会社の手助けがちゃんと農家のことを考えてフェアトレードをしてあげる。そう。でもやっぱりさっきのアルガさんがおっしゃっていただいたように、いいことはチョコレートって残念ながらカカオは途上国で作ってるんですけど、消費してるのは先進国じゃないですか、このやっぱその経済格差があるっていうのがやっぱりこの歪んだ構造の一個の原因なんですけど、まず僕が大事だなと思ってるのは、日本とかも含めて先進国で正当にやっぱチョコレートの単価を支払える市場ができる。ああなるほど。これがちゃんとできてくると、ちゃんと農家への還元も増えていくってことなんで、まあだからやっぱり僕はすごい思ってるのは、まあチョコレートがきちんと売れているマーケットで、まあ価値がちゃんと高めていくって努力を、まあパチの皆さんも僕らみたいなのもそうですけどしていくっていうのが多分すごい大事なんだなというふうに思います。まあチョコレートに限らず、ちょっとこう日本の文化って安くて美味しい、コスパがいいっていうようなのが定着しすぎてるんですけど、意外と海外だと美味しいものは高い、いいものは値段がする、はい、だからそれを払うっていう、こんなんだ価値観の違いもあると思うんですけど、チョコレートに対してやっぱ安くて美味しいものを求めすぎたとか、あとはちょっと加熱しすぎちゃったなんてのも一つ噂で聞いたんですけど、その辺はどうなんですか、ね、まあ日本に関して言うと、日本のその例えばコンビニとかで売ってるようなクオリティのチョコって、かなり安いと思います僕は。そうですよね、はい、あのクオリティを当たり前、僕もそうなんですけど、それ育ってるんで、ちっちゃい頃から普通に食べられちゃってるっていうのは、ある意味日本がすごく贅沢な国とも言えるんですけど、でもそれによってやっぱり消費者の皆さんの感覚としてチョコレートってこういうもんだよねっていうのが安くなっちゃってるんじゃないかなっていうのは、正直こうやって豆まで自分で買い付けて、いろいろ加工して最後お客さん届けるところまでやるっていう会社をやって、僕自身も初めてちょっとそこはちょっと安すぎるんじゃないかなっていう感覚は持ちました。結局異常に身近にチョコレートがありすぎたというか、本来チョコレートは神の食べ物でしたっけ。そうですね、って言われるようなものなんですから、神の食べ物をこんなにねすぐホイホイ食べられるというこの状況がもしかしたら加熱しすぎてたのかなとも思いますけど、それも角度としては一つあると思います僕も、はい。まあ、ちなみに今後なんですけど、まあ、チョコレートの価格、まあ、多分そのさっきおっしゃったように数年は続くだろうと、はい、これがまあそういう意味ではあんまり下げすぎない方がいいような気もするっていうことになるんですかね、ただ今の価格は正直やっぱちょっと投機マネが入りすぎてたりとか、要は一番高くて 12.2 ドルって、はい、1トンっていう 1000kg で、はい、要はやると1万2000ドル超えてるんですね、はい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 、1トンあたり、で銅ってあるじゃないですか、銅、銅の1トンあたりが9000ドルぐらいなんで、ああ銅の価格、ね、銅より高いんですよ、高くなったってなってましたねそうそうそう、これはちょっと異常な気がします。それは銅化してるね、はい、うまい確かにそれは異常か、はい、異常です。だからちょっとやりすぎなんですけど、まあもしかしたらもともとのその1キロ2ドルとか3ドル、ね、トンに直すと2000ドル3000ドルっていうのがちょっと安すぎたんで、これがもしかしたら4000ドルとか5000ドルとかに落ち着いてくるとするならば、グラフで言うとこうなってるけど、まあ、このくらいまでは差があるかな、そのくらいになってくるっていうなると、やっぱ市場のその格差みたいなのが是正される上での適正な価格になってくるんじゃないかなと。じゃあその辺のバランスを見ながら、まあ、ちょっと今異常ですけど少し落ち着くところまではまあちょっと下が、まあ、それで下がってほしいと思ってます僕は。それでも年単位ですよね、数年単位、いや数年単位ですね。で今その4月の19日に1万2000ドルを超えたんですけど、今だいたい7000ドルから9000ドルの間に、ちょっと落ち着いてきてるんで、はい、もうちょいかな、もうちょい下がってくれると多分今までのチョコレートメーカー的にはやりやすいんだと思います。でもそれも来年とかそういう話じゃないですよね、おそらくちょっと5年ぐらいですか、はい、3年ぐらいはまあこのぐらいの価格を生き
引するんじゃないかなというふうにみんな言ってますね。うん、なるほどね、はい、今ね僕らが多分普段食べてるチョコレートもしくはパティシエたちが使ってるチョコレートっていうのはまさにこのカカオ問題になっちゃった前の段階なので、だいたい今のその抱えてるチョコレートの在庫が終わるのが、まあ、1年ぐらいかなって見てるんですけど、そんなもんですかね。あ、そうですね、だいたいそ あのでも実はですね微妙に難しいんですけど、先物僕らは違うんです、僕らは直接その場で買うんであれなんですけど、先物価格で買ってる人って1年とか1年半先の契約書持ってるんですよ。うん、要は1年後のカカオを、この今の市場の価格で買いますねっていう契約なんで、実は正確に言うとまだ今、これから入ってくるものに関しては実は前のもっと安かった時の契約書を持ってる商社が多いんじゃないかなと思います。それが要は1年前ぐらい今か、あ、そう1年前ぐらいに結んだやつは今、今のなのが今、はい、だからので、要は今ギリギリこのぐらいだったら安いもので仕入れるところもあったと思うんですけど、でももはや量が足りてない、今の量が足りてないんで、はいはいはい、もはやその契約書が意味をなさないっていう状態になってきてるんで、おそらくですけどもう日本の大きいメーカーとかも割と高い値段で今豆を必死に集めてると思うんで、うん、僕の予想だと、うん、じゃあそれがクーベルチュールに変わって、うん、パッシーの皆さんとか使うようになるっていうのが、うん、っていうことで言うとこの夏過ぎ秋ぐらいから、早いところだとこの9月ぐらいから値上げが一気に始まって、うん、来年の2月のバレンタインの時に使うような買うようなチョコレートはちょっとやっぱり高くなってんじゃないかなと。さらにそこからじゃあ1年単位でいうと次のバレンタインはまたとんでもない金額になる可能性はあります。そうなってくると、はい、まあなんとか今までの感覚プラスアルファぐらいで買えるイベントがバレンタインは来年のが最後ぐらいかな僕ね。いや来年のバレンタインは結構まあもう上がってんじゃないですか。はい、おそらく上がってると思いますね。だからなんかあれですよね、もうだって各社、うん、各クーベルチュールのメーカーって、はい、もう数量制限あったりとか、あ、出てきてますね。出てきますよね。値上げも来月からになってですよね、ですよね、はいはいはい、っていうことで言うと意外にもう次のバレンタインはかなりチョコレートのベース上がってんじゃないですかね。ということで皆さんチョコレート今のうち食べた方がいいまあパティシエの皆さんも多分これをね多分少しずつ、まあ、影響出てきてますけれども、まあ、ちょっと考えなきゃいけないかな。いや本当に、ね、ビジネスにも落とし込んでいかなきゃなと思いますけれども、というかまさにチョコレートのど真ん中にいる山下さんはじゃあ今後の展開はどうするんですか。いやもうちょっと本当にマジできついなと思ってるんですよあの要はめちゃくちゃ価格は高くなってるんですけど、今円安じゃないですかさらに、うん、あ、そうだ、そう、それそれ、これやばくって、うん、僕2年前の4月ぐらいってまだ1ドル110円台だったんですよ、はいはいはい、で今155円とか160円近いじゃないですか。そうですね、もう4割から5割ぐらい円だけで上がってるんですよ、ね、そうですよね。でしかもベース、はい、僕コモディティの価格より絶対高くなるんで、はい、あのこの先物のやつが3ドルから10ドルになったとしたら、はい、僕大体3ドルの時に10ドルぐらいで買ってたんで、はい、今10ドルがベースじゃないですか、はい、だからこれより高い金額で僕買うわけですよね。でさらにそれが110円から1ドル150円に変わってるんでもうやばいんですよ。一体いくらになってるんだそれはそうそうそう、このビルのぐらい高くなってるそうなってるなってる本当に。だからちょっとやっぱでも、うんうん、ただ僕らのポリシーとしてはやっぱり農家に正当な価格を払うってことで言うと、うん、あの別にその金額が上がっていくってこと自体は別にちゃんとやっていかないといけないなとは思っているっていうことと、あとは努力としては僕ら細かくいろんなとこが買ってたんですけど、うん、ちょっとその絞って大きくそのコンテナにまとめて物流費を下げたりとかっていうことを今努力してやって言います、うんうん、でやっぱりその中で言うとチョコレートで僕ら 100% 商品がチョコレートなんで、うん、あのやっぱどうしても原価が上がらざるを得ないので、うん、僕たちもちょっと本当に値上げを検討しないといけないなっていうふうには思っているので、うん、かなり僕たちとしてはあの心苦しいまああの、まあ、チョコレートに限らずねこう値上げにまあなってますけれど、まあそれはね自分たちのことばっかり考えての値上げじゃないですし、もちろん人件費にかけたいから値上げをするっていうのもありますし、それこそね農家さんにちゃんと還元させたいからっていうことも含めたね値上げなんで、まあまあ正規のねきちっとした金額で、まあ、世の中の人たちがみんな助かればねいいかなと思いますんで、まあ、ちょっとしばらくはね大変だと思いますけれども、いやいろいろ今日本当勉強になりました。とんでもないです。ありがとうございます、はい、もうまあ前半のねチョコレートそれから後半のカカオの問題に関して、まあ、もちろん僕らプロでもわからないようなことをねお話しいただきましたんで、まあ、ぜひチョコレートのお店はさっきの本店とそれから今ちょっと撮影してるこちらが麻布台ヒルズ店、はい、それから祖師ヶ谷大倉、はい、で代々木上原と4つ店舗があります。はい、じゃちょっと概要欄にねそれもリンク貼っておきますのでぜひねチェックして、試食ができるのは本店飛びが本店です。もうすっごいぜひやってもらいたい。ありがとうございます。すごく面白かったんで、まあ、今後ともミニマルをよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。ではまた。
次世代パティシエ修行の形、菓子作りを通してつながる新しいパティシエコミュニティ、挑戦から生まれるビジネスアイデア、失敗から始まるチャンス。成功にとらわれるな、成長にこだわる。学びに対する熱い思いを持ったメンバーたちの参加をお待ちしてます。